ルティメットデストロイヤー復活、さらに覚醒、ブロリースーパーサイヤ人4降臨、解き放たれた恐るべき悪魔、巨大な力に圧倒される中現れた救世主スーパーパイクーハン、力を合わせて最強の悪魔に立ち向かえ、ドラゴンボールヒーローズ邪悪竜ミッション7弾新生ブロリー編開幕、恐怖を刻み込んでやる、地球に、地獄に、海洋深海まで3つの世界で暴れまくるブロリーを食い止めろ、ドラゴンボール、さあ君だけの最強チームで戦いを挑め、転送開始、今までの敵よりヤバそうだ、戦略を練って攻撃を仕掛けよう、君は先行だ、チャージインパクトに勝利して大ダメージを与えろ、黄金戦士集結、スーパーサイヤ人キャンペーン実施、特殊アビリティ無敵の黄金戦士、ブロリー討伐の切り札となる金色に光り輝くキャンペーンカードを手に入れろ、邪悪竜ミッション7弾のカードは全68種、超強力なシークレットカードもダブルで登場、泣きわめくがいい、怒りで目覚めた最強の悪魔、西の銀河最強とも謳われた武道家、バイオテクノロジーにより誕生した悪魔が巨大化、さらに新邪悪竜ウーシンロンも登場、行くぞベジータ、銀河に破壊をもたらすブロリー、地球、地獄、海洋深海を駆け巡り、ブロリーの破壊を阻止しろ、ドラゴンボールヒーローズ邪悪竜ミッション7弾11月13日稼働予定、もう一つの日本一決定戦、ヒーローズ武道会開催決定、日本一になるのは君だ、全国のマシンから特別なミッションにチャレンジしよう、スコアアタックミッションで各マシンのデイリーランキング1位を目指せ、各マシン1位のスコアを期間中毎日集計、上位ランカーはヒーローズ武道会決勝戦への出場権をゲットだ、さらに抽選ラッキー枠で誰にでも決勝進出のチャンスが、もう一つの日本一決定戦で頂点をつかみ取れ、スタートダッシュ経験値ボーナス 1.5 倍キャンペーン実施、4周年記念特製アバターカードをお店でプレゼント、ヒーローズスタジアム極み登場、その場で手に入れたカードのみでデッキを作って戦え、最新情報は週刊少年ジャンプ V ジャンプ最強ジャンプと公式サイトをチェック。